こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。皆さん、こんにちは。ビーズを愛して30年、ハスキーボイス、まえちゃんです。いやー、そういう入りになりましたが、もう、昨日、まえちゃんとね、実は、お打ち合わせしてる時に、もう声が全然違う。出てますね、今日、今朝。一生懸命、いろんな薬を飲みました。はい、ということで、ビーズのコンサートで声を潰したまえちゃん。今日お届けするのは、どういうテーマっていうか、なんかちょっとテーマに絡んで、それもちろんやってるわけですよね。いや、もちろんです。私が30年間もビーズを愛し続けている理由はですね、はい、しっかりこう、私の心の隙間に、しっかりこう、心が錆びないようにですね、その時その時にあったこうシーリングを注入していただいてるから30年間ファンをし続けられたんだなという感動しております。いや、隙間にシーリング。いや、これね、本当にそうなんですよ。リフォームでこれ多分メーカーからすると、実際やってほしいけどなかなか伝わらないっていう情報、施工その辺のポイントってあるんですけど、今日まさにいい情報いただきました。マグネットパネルの内容を皆さん使いたいからこそしっかりとコーキング打ってますか？マグネットパネル、錆止め。そう。実は前回、このモールの錆止め、クリナップのマグネットパネルを失敗された父です。本日アップされた動画見ましたが、山さん、モールの部分錆止めしないの？これ実は、キッチンパネル、マグネットパネル、今おすすめしてるんですけど、その錆止めを打たないような形の工事をしていた。で、うちも心配でっていう形でマッハさん、こう、自分の動画で確認したマグネットパネル錆。まあ、じゃあこれ見ていただきました。最近のどこを打つ、どこを打たないというような、このマッハです。マグネットパネルの見切り。山さんは見切りのところってどうすんのって、まえちゃん前聞いていただいたじゃないですか。いや、見切りをだって入れるときに普通ここに捨てシーリング打って、まあ、接着剤みたいな感じでこう、こちょっとやりますよねって。あ、そっか、あ、それで OK なんですねっていうふうに話したの覚えてます？動画。はい、覚えてます。はい。その、錆止めを行うことについては、私は実際には、チセさんのように確認してなかったんで、コンテンツさんを通してクリーンタップさんに聞いてみましたっていうのが前回の動画だったんですよ。で、見切り材の取り付け、錆止めはするのということで、これ取り付け説明書、施工説明書。マグネット対応パネルの場合は、このモール、いわゆる見切りとかジョイナーで、カバーしない単面については、全周シーリングをする。って書いてるじゃないですか。はい。もうやっぱり錆止めですよね。いわゆる、その水とか空気に触れない。じゃあ、モールのところはしないっていうことですね。みたいな話がなんとなくこう、読めたんですが、実際、チチェさんからいただきました。捨てシーリングについて。もう山さん、説明書を見すぎてボロボロですが、山さんの最初の考え方、見切りのところ、こう、捨てシーリングするんじゃないので、思ってる、合ってると思うんですが、どうなんでしょう。8ページ、9ページを見る限り、モールの内側に捨てシーリングを行い、単面が空気に触れないようにしているんだと、父は思っております。ということで、ぐちゃぐちゃだったんですよ。ボロボロだったんですよ。アイロンかけていただきました。トリセツ。トリセツをね。はいはい。後ほど見ていただきますか。で、コンセント周りもコーキングで錆止めするんですから、モールの内側のキラキラ単面もコーキングで錆止めがいると思います。これ、この部分。こう開口したこの部分の、ほら。はいはい。ね。キラキラ部分が見えないように。で、よく見ると、このコンセントの開口の、下部分、小口面は、マグネット対応パネルの場合は、マグネット対応パネルは、防水処理を実施しないといけないため、錆など腐食する恐れがあるため、必ず行う。まえちゃん、通常あんなところシーリングしないですよね、普通のキッチンパネルは。そうですね。普通は切りっぱなしですよね。そうですよね。そういった面で言うと、まあ、ガスコックとかもね、まあ、今ガスコック、キッチンの上になくすことの方ですけど、もし残したいんであれば、もしくは配線とか、そういった時は必ず周りのところはシーリング処理をしてください。で、ここですよ。見切り。見切りモールの取り付けという形で、この見切りの、この、この字になっているところに、この茶色じゃないですね。濃い矢印があると、ここ。捨てシーリングって書いてるでしょ。書いてますね。ってことはやっぱりここも打つんじゃん。で、いうことですよね。なんかさっきの注意書きだとちょっと紛らわしいですね。だからあそこのところはどちらかというと、そっちをしっかりやってくださいね。抜けがちだから。そこはもう入れるのは当たり前でしょ。今までの見切り材もやってたよね。だってあそこも見切り材やってますからね。で、モールに
こう、ステシーリングが入ってるかどうかは、モールとパネルの間にペンライトを当てて目を凝らす。すごいな。とわかります。指摘する前に、父さんやりました。上手い人でもちょこっと隙間の奥にシーリングはみ出る、出てるところあるから打ってるかどうかわかります。で、実際には、こう、マッハさんの場合、窓周りなんかもこういう見切り材やってたから、こういったところも、やっぱり、ステシーリングになってますよね。まあ、ステシーリングっていうか、まあ、接着剤みたいな感じで、あそこ打つのが当たり前だから入れてるとは思うんですけど、ただここなんですよ。この部分、マグネット対応パネルのみ、この、その、出積みのところなんですけど、ここはちゃんと打ってください。普通は打たないところでも、やっぱり単面とかこういった部分は、見切りで隠しても、やっぱり打っとかないといけない。つまり、錆止め対策っていうことですよね。で、もちろん、釣り糸のこの、見えないところ、壁の内部、じゃないと、結局マグネットとか、こう、昔の100均とかでやつは結構錆びるってよくあるじゃないですか。ああいうの外したら、これ、お風呂のパネルとか、錆びてる、毎日見たことありません？なんとなく。はいはい、あります、あります。だからやっぱ錆怖いわけですよ。錆びるわけですよ。だからその空気とか水とかにね、これお風呂ですけれども、そういったところが、これ最初の時はマグネットつくけれど、安いやつ使ってると、だんだんこう、接着してる、この面が、そのメッキ自体が剥がれてくるっていう形で、そういった内容も山さんが前回の方でお届けさせていただきました。だからこそ甘く見ないで、その錆止め対策っていうことで、チェスさんのところは結果、全然打ってなかったんですよ。で、パネルをやり直したということが、前回のところでマッハさんが気になったんで聞いてみたっていう内容ですよね。こんな感じで。なかなかこれやるのも大変だったと思いますよ、施工店。だけど実際外してもう一回、最初から今度はクリーンアップの正規施工店がやりました。錆止め。ドン。ね、見えないところもありますね、うん。マグネットパネルの周りはシーリング、こんな感じで塗っていました。基地で隠れる部分も、この通り。ドンドンとキッチンつきました。入れ墨もドン。こんな感じで。撮った順番に全部送っていただきました。ありがとうございます。ということで今日のテーマですけども、マグネットパネル見切り材の取り付け。前回山さん、ここは打たないってことだなって思ったんですけど、違いましたね。今まで通り、シーリングはやらないといけないし、なんだったらちゃんと、普通打たないところでもちゃんと打たないといけないっていうになってますね。錆止めタイラスは結論。ステシーリングマグネットパネルは必要です。この辺大きなポイントです。マグネット対応のみってね、なってますよね。見切りのこのジョイナーのところ。普通打たないところも、やっぱ打たないと錆止め対策は必要だというふうに、クリナップの施工説明書からお届けしました。LINE 登録で定期的にプレゼント発信してますので、ぜひ山田さんとお友達になっていただいて、リホナビ、こういったやっぱりこう、生の声、実際の現場の情報、こんな内容があなた自身の、あなたのリフォームの助けになります。ぜひ800本、動画ブログ形式にしたリホナビラジオも配信中、LINE 限定で来ている質問をどんどん山さんがラジオ風にお届けしている Q&A。これもぜひゴールド会員で配信してますので楽しんでいただければと思います。まずはこの QR コードの方からね、読んでいただければ、もうやっぱりリフォームって何するかわからない。もうこんな情報なんて絶対わからないと思います。ぜひそういった内容も含めた形で山さんにわからないことを配信してください。固まりましたね。はい。はい。ということで、まいちゃん、いかがだったでしょうか？そうですね。多分、これをたまたま見た、工務店さんの方とか、多分知らなくて、今までやってなかったっていう方も、まあ、実は結構いらっしゃるんじゃないかな、とちょっと思いましたね。いや、そうですよ。だからそういう意味で、これからならないために配信してますんでね。逆にこれをクローズしてしまうと、どんどんそういった間違った施工とか、錆、ね、さっきちょっとお風呂のマグネット見ましたけど、錆びるの嫌ですよね。という意味で、はい、ぜひ。プロの方はシェア、急いでシェア、こんな情報出てるよ、これちょっと気をつけてねっていう、うちマグネットパネル使うけど、これちょっとクリーンアップの新しいやつやるけど、他のマグピタボード使うけど、マグボードするけど、ぜひ、チェックしてみていただければと思います。いきますよ、せーの、必ずできる、いってらっしゃい。ちょっと固まっちゃいましたね、もうこのままいっちゃいます。